新しい夫人の職場と任務。明日の夫人へ。宮本百合子。この界隈は昼も夜も割合に静かなところである。北窓から眺めると欅の大木が一群れ秋空に色づきかかっていて、折々郊外電車の音がそっちの方から聞こえてくる。鉄道線路も近いので、ぽっぽっぽっぽと次第に早く遠く消え去っていく汽車の響きも聞こえ、1日のうちに何度か貨車が通過するときには家が揺すぶれる。毎夜11時少し過ぎてから通るのが随分重いと見えて、いつもなかなかひどく揺れる。それから夜中の2時ごろ通るのも、机に向かって夜更けの電灯の下で例の通り小さな家をきしませながら遠ざかっていく夜中の貨車の響きを聞くともなく聞いていたら、すぐそれに続くようにまた響きを立てて汽車が通った。ドドドドドドドと重口を震わすと驚きに混じって、わあ、わあっと人々の歓声が伝わってきた。雨上がりの闇よ。車両の轟きと共に運ばれてゆく歓声も次第に遠のいて、ついには全く聞こえなくなってしまった。胸のどこかが引き剥がされるような感じが苦しく締め付けるのであった。私たちの周囲に見る女の生活、あるいは女が社会から求められているものの内容や質も、こういう刻々の感情をはらみながら、その一年間になんと急速に推移してきたことだろう。日本の女性の真実は、家庭にあっての良い妻、良い母としての姿にあるとして、丸曲げ、紋付き姿がそのシンボルのように言われていたのは、つい今年の初め頃のことであった。そこで書かれていた女の理想は、あくまで夫の背後のもの。子供の影の守り、として家庭の敷居内での存在であった。ところが夏前後から、街頭2000人張りをする女の姿が現れ始めた。夫を思い、子を思う妻と母との熱声が、変化した社会の事情の勢につれて、街頭に溢れ出た。この時はもう優美な日本女性のシンボルであった丸曲げはエプロン姿にその象徴を譲った。エプロン姿は基準実家の間に、夫に代わって一家の経営を引き継いでいかなければならなくなった主婦たちの感情を反映するようになり、この滝な人と瀬の終わりの近づいた今日では、女に要求されている15の力の内容は、明瞭に一家の経営の範囲を超えた。女の力は広範な形で自極的な生産動員に向かって招かれている。そして毎日、新聞で見る今日の15の女としての服装もエプロン姿から、たとえそれが門平であろうと、作業服式のものであろうと、等しく凛々しい裾さばきと、短くされたたもとと思って、より戦闘的な方へ進んできているのである。私たち目は一年間に自分の希望と選択とによってここまで変転してきたのだろうか。この答えは複雑である。しかし社会事情の急調な動きは一つの必然として、自覚するとしないとにかかわらず、今日の夫人全体を新しい生活事情に導き入れており、そこではより社会的な規模で新しい生活能力の発揮されることを必要としており、新たな摩擦もおのずから生じてきているのである。ラジオの国民歌謡は、男は国の守りとして外へ出て行き、家を守りかように勤しむこそ女であるものの務めであると繰り返し歌っている。岡本かの子さんのような芸術家は、和歌に同じような思想を歌い、女の歌曲の情を書いておられる。だが、
現実の今日においては、家を守り子を守るためにこそ、家を外にしなければならない女の数はかえって増えている。この必要を認め、女のそういう奮起、たくましさを読みすればこそ、夫の代わりにかすりのパッチ、ゴム長姿で市場への買い出しから得意回りまでをする魚屋のおかみさんの生活力が、今日の美談となり得ているのではあるまいか。若い女の人たちに向かって、家庭へ帰れということが勧められていたのは遠いことでないが、昨今は職業婦人と言われる女の仕事の範囲も、質的にいつしか、しかし的確に変化し始めており、家庭へ帰れという声もそこでは響きを失っていると見受けられる。職業婦人の働く場面というと、事務員、店員その他いわゆるサービス、インダストリーが従来は主要部分を占めていた。数の上からだけ見れば、今日も明日もそうであるかもしれない。けれども、時局の要求する生産拡充への大努力によって重工業、化学、食料、織法などには、大量に女の力が吸収されつつある。全国20万人も熟練工が不足を告げているという事実は、今日の大問題とされているのである。ところどころの大工場、実務学校などで熟練工の養成、再教育をしている中には、専門学校での若い婦人を新たに機械工業のための製図師として再教育している実例もある。臨時工として主従の官営、民営工場に雇われ、工業部門に参加するようになってきた女の数はおびただしいものがあろう。市内のある工廠で一挙に数百人の女工を求めてきたので、市の紹介所は、消防石工場の相談で帰休している娘たちを八王子編から集めて、やっとその需要に応えた状態である。さらに他方には、東京の巣鴨にある十文字こと小女子が経営している十文字高等女学校では、十文字女子の息子が経営している金属工場の防毒マスクの口金仕上げのために、昨今は自分の女学校の4年と2年の生徒の中の希望者を放課後2時間ずつ働かせているという事実がある。女子は王鵬の新聞記者に向かってこう語っている。別に大した労働でもなく、細かな優しい仕事です。私も兼ねて皆に仕事をするということは自分を作り上げることだと言って教えていますが、子供たちも仕事をする気分を味わって、ほがらかに働いています。そして、巣鴨の学校から志村のその工場へ通うバス代と別に、相当した賃金を出していると語っている。十文字女子によって子供たちと言われている娘も、女学校の4、5年とあれば、もう女校としては十分に一人前である。毎日の2時間で、若い娘たちはどのくらいの口金仕上げをするのであろうか。賃金はいくらなのだろうか。それらについては語られていない。ただ、これらの女学生であり女工である娘たちは、その労働でもらう、相当の賃金を、大抵は学費の一部に当てている、のだそうである。校長先生の息子さんの経営で軍需インフレで繁栄している工場へ働いて、もらった幾ばくかの金を再び学校で、その赤母さんに払うのだとしたら、それらの可憐な女学生女校の2時間の労働というものの実質は、どこでどのように支払われたということになるのだろう。微妙深刻な形で、娘たちの家庭の苦しい経済事情と、自局国民精神総動員の声と、
経営的手腕が複合して指揮者の目に映ることは避けがたい。教育当局が若い女性に堅実な実務教育を希望しているのは事実であろうが、あながち十文字女子の方法を必ずしも良しとはしないのではあるまいか。女学生の工場への動員は大阪でも行われている。二つの女学校の五年生が、この説のしきたりに従ってと書かれている工場へ、一週に一度ずつ交代に手伝いに出かけている。一つは私立の女学校であり、この場合の性質は、学校の経営的な原因より、むしろはっきり、戦時的認識を若い娘心に銘させようとする意味に立っているのである。どの新聞雑誌を見ても、15の婦人の力の実質が、この頃は正三角形への直接関節の参加というところに重点を置かれており、常に欧州大戦当時の欧州婦人の活動が引き合わされている。今から助行を要請しておくように、という言葉はすでに去る5月杉山陸将によって提言されていたのである。日本の婦人の特徴ということを国際的な文化紹介として挙げ、優雅な日本の姿を欧米に紹介するための写真外交の見本として、今日も新聞に見えたのは、高島谷建屋の字の霊人が茶の湯の姿である。ところが、そういう画面で日本の女を紹介する習慣を持っている日本が平時から世界で1位2位を争うほど、婦人労働者によって生産を守られているという事実は、特に昨今何か新たな感動で私たち女の関心を引くことである。各国の有用者の人口に対する比率で見ると、婦人有用者の第一位を占めるのはフランスであり、次がドイツ、続いて日本の順である。男の有用者との割合では、男5級、1に対する女3、1、9で、婦人の働き手の数の多いことでは日本がほとんど世界第一位を占めている。アメリカの婦人の活動性ということは人々の常識に打ち込まれているが人口比率で見れば、男6、1、2に対して1、7、7が女という割合なのである。フランスとドイツとの婦人たちが、欧州戦争であのように甚大な家庭の破壊を被った後、あらゆる部門に進出して一家の生活と社会の生産とのために働かなければならなくなっていることは、説明を要しない。日本では、さらに工場労働者数の男女別で見ると、女子労働者が男の労働者の数を凌駕している。昭和4年において最断行100に対して女工の巣は115、7を示し、大部分が繊維工業に分布されている。これは、日本が近代工業国として持っている歴史的な独特性である。小細い脇造紙によって表された、女工愛し、はそういう特性を持った日本の若い無抵抗な労働婦人が、ある時代に経なければならなかった生活記録として、世界的な意味を持つ古典なのである。今日の正三角形の要求は、これまでならばオフィス、ガールになったであろう若い婦人たちを生産面での活動に迎えると同時に、元ならば、紡績工場へ年季の前職で売られていった村の娘たちを、機械工業に吸収して、純実ならずして熟練工化せんとする方向に現れてきている。ブイタミン ABC で馴染み深い理研のコンツェルンは、工学博士、子爵大河内正利氏その他を主として、長野や群馬、新潟などの乾村に、共同作業場とも言えないくらいの小さな作業場、
お作り都会の大工場で同じ機械を使って作り出す能率の2倍以上の成績を農村の子女によって挙げている。知能と資本と重を肉視して、イギリスの良品効果に対する良品廉価生産、高賃金低コストを目指す科学主義工業という呼び名が、これらの人々によって、資本主義工業の弱点を補強したものとして提唱されつつあるのである。大河内氏の著書は、鶏商舎を改造せる作業場の中で、ズボンをつけ、作業帽をかぶりナット製作をしている村の娘たち、あるいは村の散髪屋を改造せる作業場で、シボレー自動車用ピストンリングの加工をしている島の反転に腰巻き姿の少女から中年の女の姿、その他の写真で飾られている。ここでは、今まで機械など見たこともない農村の子女が数日にして立派な熟練工となる。それのみか、5、6ヶ月も働くと、銑鉄を削る100分の2ミリの総意の目測さえするようになる。大河内氏は、日本の女子の天才の一つとしてそれを感嘆し、それは改良されている機械の機構と、その使い方が単調無味であるように製作されてあるほど精密に加工されるから、飽きることを知らない農村の女子が農業精神で、その精密加工に成功し、農村の子女が最も適当しているというのである、としているのである。フォードが一品一工場としたやり方で生産工程の組織では全国的にフォード化し分業化しつつ、しかも、村を決してその工業を専門とする匠村にはせず、あくまで副業にとどめて、古来のままの農業精神を主とし、農村全体としての文化の水準などはあるがままの上に脳魂詳細で行こうとするところに特色を持っている。大河内氏は日本の農業精神を土に親しみ、郷土を愛し、方向の念に満ちているものと内容づけておられるのである。つい先頃までは、鶏商舎であったところがちょっと手を入れられて、副業的作業場となり、村から苦情の出るような賃金を取って、重工業に参加する村の娘の若い姿は、いかにも工業動員の光景である。村の娘たちは、新しい自分の力にも目覚めてゆくであろう。不況な農村の有り余った労力が現金に変えられるところに、親の喜びもあるであろう。けれども、作業場といえば、おのずから採光や換気のことも考えられる。日本が世界第一の結核国であり、若い女の死亡率が最高であることも考えられる。工場の昨今では、早出、残業、夜なりは普通であるし、設備の不十分な下請け工場の村ガルデと不熟練工の圧倒的多数という条件は、工場内での災害をこれまでの倍にした。警視庁がこれに対して、12時間を限度とする警告を発したのは遠いことではなかった。母性保護の見地から婦人労働者の入港を禁じた鉱山労働へ、目合わせ期間に呼ばれ、再び役戻りしかけている。幼年労働の無良心な利用も問題とされているのである。婦人が性の本然として生殖の任務を持っているということと、目合わ家庭にあるべきものという旧来の考え方と、婦人が今日の社会事情の現実によって課せられている勤労の必然と、この三つのものは現代ではまだ非常な紛糾、混乱した関係に置かれていると思う。ことに日本は、食料婦人、労働婦人が発生してからの歴史が浅い上に、
自然発生的でどちらかというと労働市場へずるずると入ってきているために、男女相互に、働く者としての対極から損をし合っている場合が決して少なくないのである。例えば賃金についてみると、日本の男の労働者はイギリスなどに比べると1、4、5から3、7、だいたい3分の1ほどの賃金で生計を立てているのであるが、婦人労働者になると、さらにその3分の1が標準となっている。昭和5年に、男が2円22銭1厘の実習を持っていた時、女の稼ぎは1日93銭であった。本年は、画期的な生産拡大による労働力の需要増と、物価投機、熟練工引き止めなどの理由から、一般に賃金は高くなった。最も低下していた昭和7年頃に比べるとはるかに上っているが、男と女との差は埋められていないのである。婦人の性の本来は生殖に重点を置かれているのであるから、社会労働は、常に男の補助の範囲であるのが自然であり、したがって賃金も、いわゆる世帯主としての負担の担い手である男より安いのが当然であるとする論者がある。こういう立場の論者は、男も女も同一労働に対して賃金が同一でなければならないという主張を、そもそも女の本然によって同一の能力がありえないとして否定する傾きにある。たとえ労働条件が男と同時になったとしても、女が子を産むためのものである以上、男と同じ水準に達する余力を持たないというのである。賃金さえ男と同時になれば婦人労働者の生活が幸福となり、内容において高まると見るのはもちろん悲壮でもあるし、非現実的である。けれども、婦人が自身の性の本然と勤労の必要との間で板挟みに合っている今日の苦しさは、女という性によって働き仲間である男さえ大部分のものはまだ彼女たちを補助的なものとして見るのに、企業は極めてリアリスティックに安くて従順な労働力としての点から婦人を扱っているという実際のありさまである。補助的なものという先入観で見られつつ現実にはその収入で一家を支えて行かなければならない世帯主であるところに、異常な苦しみを負わされているのである。15の力としての女の労働力は、決してあなたが7分、私が3分的な和気あいあいまとなものではない。その労作の面で課せられる仕事の実質は、大の男を同弱たらしめるだけのものなのである。科学主義公用の提唱者は、追うところなく明言している。例外なしに、農村の子女に適当な機械と設備とをあてがえば熟練の大衆化によって、数日にして、大の男の熟練工と同じ程度の熟練さを習得するのである、と。男の補助ではなく、男の代わるものとして、婦人の労働力は計算されている。産業の合理化で男の労働者数は減少して行っている時になお、女の数は少しずつながら増大の線をたどってきていることは女の労力が男に変わり得て、しかも安いという事実を雄弁に語っているのではなくて、何であろう。女の性の自然と社会事情から必然とされる勤労とを考え合わせれば、男女同一の労働条件ということでは、まだ性の本来が守られない。女が男と同じ賃金を取ることができても、その上に母性が必要とする生理的休暇、健康相談、託児所がなければ、婦人の勤労者として自然に従った生活はありえないのである。
しばしば例に引く科学主義綱要の主張者は、高賃金低コストを目標としているのであるが、本年の春、ある村で作業場の賃金が村の老人の水準に対して高すぎるという苦情が出たことが報告されている。村の老人というのはおそらく従来の救済工事の日当や費用労働賃金女35銭ぐらいを標準にしてのことであったろう。むしろ意外な苦情を受けた専門家たちは、老人が多すぎるために起こる弊害について大いに考えさせられた。副業が本業になることを恐れるためである。その問題は、それらの純朴な村の娘たちが一心に精密加工をする作業場を村営とするか、個人に対して多すぎる分は村へ寄付すればよいと解決されたのであった。この間の消息を詳細に眺めると、やはりそこには無用の考えを誘うものが横たわっている。作業場の設置者、技術指導者は、極めて公平といえば言える率直さで娘たちが立派に男の熟練工並みどころか、外国の技術者の5倍もの能力を持っていることを承認しているところが、それに対する賃金となると村の標準、しかも村の女の老人との比較で問題になって、結局彼女たちの労力に対する報酬としては全く未熟練な費用娘に等しいものを受けなければならなくなってくる。これを、一つの社会的な矛盾と見るのは誤りであると何人が言い得るであろうか。この矛盾的な賃金問題の落着を可能にしている根拠は、科学主義綱要がどこまでも農村生活の現状を保守して、副業に留めておこうとしているところに潜んでいるのである。強制して小規模で分散的な副業に留めておこうとする理由は、集団作業の心理状態には費用人の気持ちが多く、共同作業場あるいは家庭工業には農業精神が応一している、とされているのである。これまでも、日本の目安は、実に労をします。雑多な歴史の荷を足首に引きずりつつ働き、稼ぎしてきた。今日はさらに一歩進めて、この複雑な諸条件はそのままで、一層の国区政令に向かって奮い立たされているのである。生活の新しい必要は、女に新たなたくましさを与えるであろう。新たな社会的な自覚をも与え、人間としての鍛錬をも加えるだろう。しかしそれは、十文字女子の言うように、ただ、働けば人間ができる。式の簡単な手順のものであろうか。人生とは、そのように、働きかける人間の意志や努力に構いなく、一人でに人間が出来上がれる仕組みのものであろうか。新たな生活条件、古い生活条件、その間の摩擦そのものは、現実的には新たな値打ちを生み出す可能性としてのみ存在するものである。一層生産面に結ばれなければならなくなった若い婦人たちが、今日の中から何を身につけてくるか、何を学んでくるかによって、その人々の経験の社会的な価値と、女の歴史とは変わってくるのである。婦人が生産面により多く参加しつつあるということが、いきなり婦人の社会的条件の向上を意味しないことは明らかである。現代に処する女としての新しい義務は、競歩する欲しないに関わらず新しく増大され、拡大されつつある女の生活経験と、少なからぬ犠牲との中から、やがて婦人全体の幸福を増す何者かを掴んでこようとする根強い努力にあるのである。1937年12月。